バニティフェア氏に掲載された、ラムゼイの漫画風イラストウィリアム・ラムゼイは、スコットランド出身の科学者である。1904年に、空気中の気ガスの発見により、ノーベル科学賞を受賞した。なお、同年のノーベル物理学賞は、気ガスであるアルゴンを発見した功績により、ジョン・ウィリアム・ストラットが受賞している。グラスゴー生まれ。おじに、地質学者のサー・アンドリュー・ラムジーがいる。 グラスゴーアカデミーで学び、さらに、グラスゴー大学に進学し、科学者、トーマス・アンダーソンに指示。その後ドイツのチュービンゲン大学に留学し、ビルヘルムルドルフ・フィッティヒに学ぶ。そこでの博士論文のテーマは、インベスティゲーションス・インザトルックナイトロタールック、アセズだった。グラスゴーに戻ると、アンダーソンの助手として働いた。1879年。 ユニバーシティカレッジブリストルの科学の教授となり、1881年に結婚。同年、学長に就任したが、なんとか時間をやりくりして、有機科学や機体の研究を続けた。1887年、アレキサンダー・ウィリアムソンの公認として、ユニバーシティカレッジロンドンの科学の教授に就任。ここで多くの発見を行った。 1885年から1890年にかけて窒素の酸化物に関する論文をいくつか発表しており、それがその後の業績につながっている。1894年4月19日の夜、ラムゼイはレイリー卿の講演に参加した。1892年、レイリー卿は空気から酸素を取り除いていた窒素の密度は、 化合物を分解して得られる窒素のそれよりも大きいという事実をネイチャー氏に報告していた。これは空気中には酸素、窒素以外のものが含まれているということを暗示する。ラムゼイとレイリーは講演後に話し合い、これを追求することにした。当時アンモニアの合成を研究していたラムゼイは高温でマグネシウムと化合させて窒化マグネシウムとして窒素を取り除くことにより、 空気中の不活性な重い気体を取り出すことに成功した。ラムゼイはこれを同年8月にレイリーに知らせている。これをアルゴンと名付け、1895年にレイリーと共に発表。さらに1895年、太陽のスペクトル観測によって存在が予測されていたヘリウムをウランコウに含まれる窒素の中に発見した。さらに未発見の気ガスを発見するために、 空気を液化することなどによって、1898年、クリプトン、ネオン、キセノンを発見した。仕事中のラムゼー1903年、ソデイトウランコ中のヘリウムが、ウランのアルファ崩壊によるものであることを示した。アルゴンの発見をきっかけとした、初研究により、1904年、ラムゼーは、ノーベル科学賞を、レイリーは、ノーベル物理学賞を同時受賞した。 1910年には、ラドンの特性を研究している。1905年には、ラムゼーの学会での名声を利用した、詐欺事件が発生している。インダストリアルエンジニアリングトラストリミテッドは、海水から金を抽出する秘密の技法を開発したとして、ラムゼーの名を利用して、資金を集め、イギリスの海岸の土地を購入して金抽出工場を作ろうとしたが、 金が生産されることはなかった。ラムゼーの功績を記念した、ブループラーク・ラムゼーは、マーガレット・ジョンストン・マーシャルと結婚し、娘と息子を一人ずつ設けた。死の直前までバッキンガムシャーのヘーゼルミアに住んでいた。1916年7月23日、ビクーガンによりバッキンガムシャーのハイウィカムで死去。ヘーゼルミアの教会に埋葬された。ヘーゼルミアには、 ウィリアム・ラムゼーの名を冠した高校がある。ありがとうございます。